精神分裂病患者の部屋。ついに頭おかしくなったんですか？たまには狂人のふりしてストレス発散してます。狂人の真似と手王子を柱場ですよ。ちょっと前、僕は精神分裂病にかかっていた。その時、僕はだんだん仕事が忙しくなって、会社から帰れなくなっていた。机の上に診断書がありますね。結果は陽性です。今日はさっさと家に帰れるといいな。めちゃくちゃ感度高いですね。しかしボリュームしかいじれないようです。硬派なゲームでしたね。仕方ないのでこのまま進みます。信じられないくらい不安不安してますね。ま、今精神分裂病なんで許してください。へえ、会社にマネキン飾ってるんですね。珍しい。それに民家というかオフィスっぽくないですね。行き止まりです。まったく、ここの社長は迷路の中にオフィスを作るのが趣味なんですかね。あらマネキンが。実は同僚だったのかもしれませんね。あんなのと一緒には働きたくないですね。右側に道が続いていました。それに元いたオフィスにも帰れなくなってます。よかったじゃないですか。さっさと家に帰りましょう。マネキンに一礼したら先を急ぎます。その先にはもっといっぱいマネキンがありましたね。精神も分裂してますしマネキンも分裂して増えたんじゃないですか？確かに全部似たような見た目してますけど。あれ、この先雰囲気違いますね。お出迎えしてくれてます。こんなところ長居したくないのでさっさと行きましょう。さっきからずっと左折ばかりで、最初の部屋にたどり着くと思ったんですけどね。空間もちゃんと繋がってませんね。トリックルームでも使ったんじゃないですか？素早さ逆転しちゃいます。びっくりしました。ビビって脱出してますね。君子危うきに近寄らずです。まあ待機止まりです。こういう時はね、だいたい戻ってみれば新しい道が開けているのです。部屋がキッチンに変わってました。社員はここでご飯作って食べろってことでしょうか。あとシャワーがあれば住めますねこの会社。逃げる扉を追いかけることで運動不足も解消できます。こうして会社は大きくなっていくんですね。あれ、止まったのに行けるとこ、びっくりした。めっちゃびっくりしてますね。急に背後から攻撃されるのは想定外です。常に壁を背にしていきましょう。このゲームに関してはその壁も信用できないんですよねー。またステージの雰囲気変わりましたね。さっきまで地下みたいな感じだったのに。元に戻ったのかもしれませんねー。最初はこんな感じでしたし。また行き止まりです。それに窓もあります。階段降りてきたはずなんですけどねー。あら。お日様が差し込んでますね。ここだけ見れば平和なゲームなんですけどねー。もうここで暮らしましょう。今なんか聞こえたような。化け物が住んでいるのかもしれませんね。もう頭の中に住んでますよ。足音から察するにこれ近づいてきてますね。もたもたしてないでさっさと先を急ぎます。分岐で少し迷ったのが致命的になるかもしれませんね。幸いそこまでシビアなゲームではないですね。感度も変更できないくらいですから。振り気に文句言うな。いえいえそんなつもりでは。お、光が見えます。飛び降りればこのエリアは突破ですかね。さっき降りてきた穴が。急に謎解きが始まっちゃいました。何ですかねこれ。番号入力できるところはあるんですがね。ヒントといっても4枚の絵くらいしかありませんがね。10時10分。多分関係ないと思います。空間が歪んでいるので時間も歪んでると思いますしね。あら。左からロシア語のゲー、おしゃれな N、ラムダ、U と O のハーフですね。変わった覚え方しますね。これしかできねえもんで。電気つけようとして思ったんですけど、スイッチ前にあったマネキン消えてますね。見つめてないと瞬間移動するのかもしれません。SCP-173 ですかね。仮に左から読むと4139になりますね。早速打ち込んでみましょう。
これで開かなかったらどうしましょうかね。不安なことは大体起こらないものです。またマネキンですか？もうお腹いっぱいなんですけど。ものすごい見つめてきますね。なんかこれ、どこから見ても視線合わせてきませんか？絶対に顔が正面を向いてますね。私の顔に何かついてますか？あなたの頭には何もついてませんが。いや、はげ。エレベーターいつまで乗ってればいいんですかね。全然動いてないような。実はもうついてるのかもしれませんよ。あら。それじゃあマネキンさんもお元気で、たまには瞬きもするといいですよ。変だな、懐中電灯がつかない。こんなの全力ダッシュしかないですね。敵に追いかけて来いと言わんばかりの直線です。これでも走ってるんですけどね、扉が遠くて近づいてる気がしません。ああそうですか。くそー？後ろからさっきみたいなうめき声が聞こえますね。ここで振り返るのは負け筋です。潮の柱になっちゃいます。旧約聖書でも読んだんですか？私は見るなと言われれば絶対に見ないタイプです。いらないリスクは取りたくないので。一理ありますね。もうエグジットも目の前です。ここを通ればクリアですかね。あれ？なんかクリアって感じじゃないですね。倒れちゃいました。男は精神分裂病を発症後、仕事をから逃げている最中に心筋梗塞で死んだ。あれそんな、あと少しで出口だったのに。終わっちゃいましたね。もう少し探索してみますか。まずは最初の追いかけられるところ、わざと逆走してみます。何かが追いかけてきますね。マネキンじゃないみたいです。普通に死んじゃいましたね。リトライしてみたら別なところにとかは。なさそうですね。それでは最後の追いかけられるところも逆走してみます。エグジットから逃げるんですね。私の冒険はまだまだこれからです。この音、そろそろですかね。てっきりエレベーターのマネキンが追いかけてくると思ったんですけど、よくわからない巨人でしたね。普通にローキックで殺されちゃいました。多分これで終わりみたいですね。それじゃあ、今回はこのくらいにしておきます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。